W201903 です。世界最大の巨大都市東京とアメリカ最大の都市ニューヨークの比較の解説です。右が東京、左がニューヨーク。右下のスケールご覧ください。同じにしています。でこのアメリカニューヨークの都市部、このセントラルパーク、大体この周りになっていて、このセントラルパークがある細長の島みたいなところのが境エリアになります。この細長、このセントラルパークがある細長の島みたいなところのセントラル、先端からセントラルパークって公園があるあの辺までが栄えていて、そこからもほとんどビルとか立っています。でその細長の島のようなところの外の、こんな感じという上空の映像です。田んぼみたいな、畑みたいなところが目立ち、空き地みたいな、田んぼ畑草原空き地のような、森とか、自然が多い、つまり田舎。でここはセントラルパークのその奥向こう側になります。灰色のところは住宅地で、ビル建ってるとこはビルらしきものがあるところ。で細長の島のようなところ、マンハッタンって言います。で細長の島になってるところの先端に高層ビル群があって、その向こう側のセントラルパークの方、ここも高層ビル群があって、まあ都心のニューヨークの都心の中心はこのセントラルパークの森のあたり、セントラルパークの公園のあたり、まあ、セントラルパークの付近の高層ビル群になります。東京上空から見ても分かるように都市部が非常に広い。どこまでも都市部が続く、森のような田舎はない。上空から見ても都市の大きさは一目瞭然なのをお分かりいただけると思います。ここは渋谷の高層ビル群、向こうに見えるのが新宿の高層ビル群。で東京23区の、全体で見渡すとこんな感じという上空の映像になります。この辺は川崎もあるのかな。ここはどこだ。今ここの辺は多分埼玉かな。埼玉の川を越えたところ、赤羽があるところ、越えたあたりかな。で千葉入って、ここが葛西臨海公園で、右に東京ディズニーリゾートが出て、で左にお台場、左に見えるのはお台場 でその手前南側にあるのが、羽田空港競馬場がある。
前編は大田区か、東京都大田区、この辺が世田谷ら辺、世田谷ら辺か、南側。ここは皇居、中央にあるのが皇居。レインボーブリッジ、あ、特に解説するっていうか、まあ、映像見れば、まあ、こういう違いあるんだなって分かると思います。で、灰色のところの高層ビルがないところも、ビル、商業ビルやオフィスビルがたくさん建っている都市部です。この辺墨田区、墨田区とかもたくさんビル建ってます。まあ、これ見て分かるように、その山手線の外側も都市部が続くということです。23区から外行っても田舎にはならない。23区超えて千葉、埼玉、神奈川入ってまだ都市部は続き、さらにもっと奥の方行ってやっと田舎が来るっていうぐらいなので、まあ、そういった人、ニューヨークはその高層ビルが建ってるところ、あれが都心の中心で、もうそこから少し離れたらあとはもう森とか草原みたいなど田舎になります。なのでだいたい東京の方が100倍ぐらい都会です。23区出ても都会が続くから、まあ、あとは鉄道などのインフラが発達してるのもあります。ニューヨークは、ニューヨーク市内の狭いエリアだけ地下鉄があるぐらい、高速鉄道、新幹線的なものもないし、モノレールもない、地上鉄道もない。なので、まあ、ニューヨークって、もうどこ移動するにしろ、その、オンボロの地下鉄か車ぐらいじゃないと移動できないということです。で、まあ、こんだけ差がありますよと。まあ、東京はこの灰色っぽいところがもう、ほぼ。都市部なのに対してニューヨークの場合、あの中心のマンハッタン、セントラルパーク、あの辺ぐらいしか都市部はない。その周りの灰色っぽいとこは住宅地、